スーダン人民解放軍の旗 SPLAM の紋章南スーダンの独立記念式典に参加するスーダン人民解放軍の将校たちスーダン人民解放軍の少年兵スーダン人民解放軍スーダン人民解放運動は1983年にジョン・ガラン、サルバ、キール・マヤルディ、ウィリアム・ニューオン、バニ、 ケルビのクアニンボルラ南スーダンのヒアラブ系の世俗主義者が中心となり結成された旧反政府武装組織、政党。ヌメリ、サーニクアルイコールマフリー、オマルアルバシールラ北部のアラブ人主導の政権と第二次スーダン内戦で争った。1989年には国民民主同盟にも加盟している。二千五年に一月南北内戦の包括和平協定が結ばれ、 ジョン・ガランを大統領とする南スーダンの反日政府が認められたが、7月30日ジョン・ガランが死亡し、議長と南スーダン共和国大統領職はサルバ・キール・マヤルディに引き継がれた。1983年、第一次内戦の元反乱兵の説得ために、政府から地方都市ボルに派遣された軍の大佐だったジョン・ガランは、地方文献と民主主義の実現を求め、 南北の地域格差是正など新スーダンの建設を掲げ SPLA を立ち上げ2005年7月30日に死ぬまで議長と最高司令官を兼ねた正式名称は組織の政治部門と軍事部門の名を合わせたスーダン人民解放軍スーダン人民解放運動だが軍事部門が突出していたため SPLA が通称となっていた第二次内戦は 宗教と民族の概念で語られることが多かったが、南部に多い原油資源の分配をめぐる争いでもあった。SPLA はソ連、エチオピアなどの支援により、南部全域とアビエイ、ヌバ山地、南部アオナイル州に支配領域を広げ一時5万人の大勢力となる。1989年北部がバシール政権となると、 民族イスラム戦線の影響で政党が禁止され、それら政党と国民民主同盟が結成された。幹部の大半が南部最大の部族、リンカ族だったため内紛が多発。1991年エチオピアでメレソゼナウィ政権が成立すると支援が弱まり、SPLA はジョン・ガランの主流派とケルビのクアニンボールのバハル・エルガザル派、ヌエル人のリエック・マチャルのナシル派に分裂した。 この分裂は政権側の工作にもよるものだった。ウィリアム・ニュオンは1992年に統一派に参加し政府軍に協力しのち主流派に復帰した。南スーダン独立運動、軍などの分派の多くは1997年4月のハルツームでの個別和平合意により政権に取り込まれ統一民主救済戦線を結成した。1994年スーダン政府はウガンダが SPLA を支援していると非難してきた。それに対して SPLA は、ウガンダ国内で活動してきたと主張している。逆に、ウガンダ政府は、神の抵抗軍への北部政権の支援を非難し、後に、スーダン領内でも、LRA 相当を行うようになった。SPLA は依然として、南部戦争の終結を交渉する主要な南部組織であり、ダルフールでは、 不安定な平和が脅かされているが、2005年に SPLAM とスーダンの政府の間の和平協定で、南スーダンの自治の正式な合意に至った。SPLM は和平協定以降、南北スーダンで政党として認められている。2011年の南スーダン独立後は、SPLM は政権与党となり、SPLA は正規軍に再編成されたが、 北スーダンでは依然として武装組織として活動しており、南コルドファン州やヌバ山地を拠点にたびたびスーダン軍と衝突している。2013年12月14日、首都ジュバなどで同年7月に解任されたマシャール前副大統領を支持する軍の一部がクーデター未遂事件を発生させた。ありがとうございます。